東京ドームには大観衆が詰めかけています。セ・リーグ公式戦、読売ジャイアンツ対阪神タイガースの8回戦です。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、試合開始前は選手のどのようなところに注目してらっしゃいますか？まあ 1,2 番の出塁ですかね。そこをどう抑えていくのか、おそらく序盤はこのゲームのポイントになるでしょうね。なるほど。まずはジャイアンツの先発山口が東京ドームのマウンドに上がります。今日勝てば5勝目になります。里崎さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。まあそうですね、どちらが先に流れをつかめるかですよね。はい、先に流れをつかむか、このあたり見ていきたいと思います。初球打ち、左中間に強い打球、さあどうだ。左中間を深々と破るヒットになりました。バッターランナーは二塁まで進みました。これで9試合連続安打、ノーアウトランナー二塁です。さあジャイアンツ先制のピンチを迎えています。やはり先取点はやりたくないんで、ここは集中したいですよね。なるほど、そうですね。さあそのマウンド上の山口、どういったピッチングを見せるのか。さあまず1球目、やはりランナーがいると初球も慎重になりますよね。なるほど、打った。この当たりはどうか、センターライナー掴んでまずワンアウトです。まあここで攻撃の流れを切っておきたいところなんですよね。まあまだ得点圏のランナーを置いた状態ですから、無失点のまま切り抜けたいですね。そうですね。さあこの場面でバッターボックスには3番の山川が入っています。初球打ち、右中間へ打球伸びる、この打球はフライになっています。セカンドランナータッチアップ。さあそしてバッターボックスには清原入っています。まあ怖いバッターを迎えてますけど、しっかり対応したいですよね。さあ2アウトにはなりましたが、得点圏にはランナーが残っています。まあやはり先制されるのは避けたいですから、しっかり集中したいですよね。なるほど、そうですよね。真ん中打ちました、ヒットになった。サードランナーホームイン、タイガース1点を先制しました。センター前へのタイムリーヒット、1対0。序盤から先手を取られています。ここで先制点を奪われてしまいました。まあ注意すべき相手でしたよね。立ち上がりを攻められて先制点を奪われました。バッターは井口。ジャイアンツ初回から先制点を許す形となっています。里崎さん、いきなり失点を許し、不安の残るスタートとなってしまいました。まあ立ち上がりやれてますから、ここから調子を上げていってほしいですよね。そうですよね。ここからはきっちりと抑えた、打ちました。田中一塁へ、一塁アウトで3アウトチェンジです。1回の裏ジャイアンツの攻撃です。ジャイアンツはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますタイガースはご覧のような守備陣です。タイガースマウンドに上がるのは先発の桑田。さあジャイアンツ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。バッターは亀井。昨日のゲームはマルチ安打を記録しています。さあタイガースはルーキーが登板ということになります。さあそのルーキーをジャイアンツ打線がどう打ち崩していくか、非常に楽しみです。初球空振りです。打ちました、痛烈、これはセカンドライナー。バッターは2番に入っている坂本。2試合当たりが出ていません。桑田まずは先頭バッターを打ち取っています。先発ピッチャー桑田、そしてキャッチャーは里崎。このバッテリーをジャイアンツ打線がどう攻略していくか。さあ2球目は何か、大きく外れてボールです。ボール先行です。外れていきます、ストライクが入りません。ここは1球見ました、3ボールナッシングからフルカウントまで戻しました。打ちました、この打球は落ちるか、どうだ。ワンバウンドヒットになりました。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー1塁となりました。打順は3番丸。ジャイアンツ同点のランナーが出ています。
ここは初球を見ていきました。空振りになります。ノーボールツーストライクです。インコースファウル、打ちました。弾き返した打球はセンターへ。ここは打ち上げています。センター掴んでツーアウト。打席には4番バッター岡本。昨日のゲームでは無安打に終わっています。ツーアウトになっています。初球ストライクを取りました。打ちました。取った。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ランナー出ましたがジャイアンツ得点には至りませんでした。1回終わりました。1対0、1点リードはタイガースです。2回表に入ります。タイガースの攻撃、バッターは注目のルーキー金本。前回のゲームではホームランを含むマルチ安打を記録しています。いいところで点を取ってくれましたよね。頼もしかったですね。さあこの調子を維持していけるか。さてジャイアンツの先発は山口。ここまで7試合に登板して4勝3敗という成績。前回の登板は7イニング投げて打ちました。これはどうか。坂本アウト。ここは送球が間に合っています。バッターは7番に入っている里崎。まずはワンアウトを取っています。これが1球目。打ちました。この打球は落ちそうだ。ヒットになった。これで6試合連続安打。ワンアウトランナー1塁です。さあ追加点のランナーを1塁に背負います。バッターは田中。そして1塁ランナーは俊足の里崎。まあ嫌なランナーが出てますからバッテリーはちょっとプレッシャーがかかってきますよね。ああやはりそうですか。アウトコースボール。ここはゴロを打たせてゲッツーを取りたいですね。そう、真ん中打ちました。田中素晴らしい反応を見せた。アウト。スーパープレーが飛び出しました。先ほどのプレーです。これ以上点差を広げたくない場面で2回裏に入ります。追いかけるジャイアンツの攻撃。5番バッターゲレーロ。昨日のゲームでホームランを含むマルチ安打を記録しています。いやーホームランが出たのは良かったですよね。さあ今日打ちました。レフトへ打球伸びる。ここはフライになっています。レフトが取りました。ワンアウトです。6番バッター若林。ここのところ当たりが出ていません。桑田まずは先頭バッターを打ち取っています。これが初球。初球見送っています。打ちました。取った。ツーアウトになりました。バッターは7番に入っている田中。ツーアウトランナーありません。さあ初球は何か。引っ張った。高い打球ライトへ。この打球はフライになっています。上がりすぎました。浅野抑えてスリーアウトチェンジです。反撃したいジャイアンツでしたがここは三者凡退に終わっています。2回終わって1対0、タイガースが1点をリードしています。3回の表、里崎さん立ち上がりに攻められてしまいました。今日は本調子ではなさそうに見えますがいかがでしょうか。まあただベンチとしては最低5回までは投げてほしいと思ってるでしょうね。そうですよね。インサイド外れます。次が2球目。2球目打ちました。これはセカンドライナー。打順はトップに帰って浅野。ここはさっき打たれたスライダーをどう使うか、あるいは使わないかに注目したいですよね。なるほど。引っ張った。弾き返した打球はレフトへ。ここは打ち上げています。ゲレーロが掴んでツーアウト。バッターボックスえのきだ。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。ツーアウトになっています。初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。ツーアウトランナー二塁。さあジャイアンツ得点圏にランナーを背負った場面です。まあここはしっかり抑えて攻撃に備えたいですね。なるほど、そうですね。まあそして彼にはインコースが甘く入ると。打ちました。取った。一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。
赤星さん、今日のボールなんですが相当切れてるんじゃないですかね。そうなんですよね。バッターからするとまっすぐを待って打ちに行っていると思うんですが、でも分かってても空振りをするということはスピードよりもかなり速く感じてると思うんですよ。なるほど。引っ張った。おっと、取った。一塁へ。アウト。素晴らしい守備を見せてくれました。ここはファインプレーに阻まれてしまいました。赤星さん、今のプレーいかがですか。まあこれは守備が良すぎましたね。ピッチャーに打順が回って先発の山口が打席に入ります。打ってやろうという意欲は見せてほしいですね。そうですね。引っ張った。これはどうか。取りました。一塁送球。アウト。ツーアウト。打順は1番に帰ります。バッター亀井。先ほどの打席はセカンドライナーに倒れています。前の打席はアウトになりましたけど、ライナー性のいい当たりでしたね。調子は悪くないはずなんで思い切っていってほしいですよね。打ちました。井口が掴んで3アウトです。反撃したいジャイアンツでしたが、ここは三者凡退に終わっています。こちらが先ほどの配球になります。初球打ち。これはどうだ。ショートが取る。アウト。ワンアウト。バッターボックス井口。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。高め打ちました。これはどうか。破りました。センター前。ワンアウト、ランナー一塁となりました。ここは初球を狙われた形になりました。6番バッター金本。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。打ちました。ショート取った。二塁を送ります。二塁アウト。一塁転送はアウト。ダブルプレー。ランナー出ましたがタイガース得点には至りませんでした。1対0。1点リードはタイガースです。アウトコース決まってストライク。2球目は何で来るか。2球目も見送っています。打ちました。ファーストが取る。一塁そのまま入ってアウト。バッターボックスには3番丸。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。桑田、まずは先頭バッターを打ち取っています。2球目打ちました。これはどうか。このフライはどうだ。落ちるか。ライト掴んで2アウト。バッターボックスは4番岡本。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。2アウトになっています。打ちました。三塁ファールフライ。ファールグラウンドへのフライです。掴んで3アウト。5回の表。里崎さん、ここは我慢のピッチングが続いていますが、粘ってほしいですよね。まあそうですね。ただベンチではそろそろ。初球打ち。これはどうだ。センターに抜けました。これでマルチヒット。ノーアウト、ランナー一塁です。バッターも積極的に打ってきます。ここは初球を狙われた形になりました。さあ一塁に追加点のランナーを許しています。バッターボックスには田中、そして塁上には俊足の里崎。まあこういうランナーバッテリーは嫌でしょうね。本当にそうですよね。初球打ち。打球はレフトへ。ここはフライになっています。レフトが取りました。さあ一塁には追加点のランナー、そしてバッターはピッチャーの桑田。ここは盗塁も警戒しておいた方がいいですね。はい。高めに外れます。ボール先行です。変化球がインコースに決まります。打ちました。ヒットになった。ジャイアンツピンチになりました。ワンアウトランナー二塁一塁。ここは抑えておきたい相手でした。ピッチャーにヒットが出ています。まあ絶対に仕留めておかないといけない相手でしたよね。おっと、驚きのホームラン予告です。おお、いいですね。これをやった上で本当に一発ぶち込んでほしいですよね。ええ、さあ有言実行となるのでしょうか。まずは変化球。
変化球打った、ショートの右、取った、そのまま二塁に入ってアウト、ダブルプレー、チェンジです。先ほどのプレーです。これ以上点差を広げたくない場面で、赤星さん、バッターも一巡してますんで、そろそろボールに目が慣れてくる頃なんじゃないでしょうかね。今日のストレートの走り具合や変化球のキレも、打ちました、セカンドゴロ、セカンドが取る、アウト、ワンアウトです。バッターボックスは6番若林、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。今日の先発ピッチャーはジャイアンツが山口、そしてタイガースが桑田、この2人の投げ合いとなっています。バッターは7番田中、先ほどの打席はライトフライに倒れています。ツーアウトランナーありません。この回のジャイアンツ打線ですが4球でツーアウトになっています。引っ張った、清原、一塁アウトで3アウトチェンジです。反撃したいジャイアンツでしたが、ここは三者凡退に終わっています。5回終わって1対0、タイガースが1点をリードしています。ここまでのハイライトです。まずは初回、得点圏には先制のランナー4番バッター清原、その初球をしっかり弾き返します。ジャイアンツ先制点を奪われます。今日は立ち上がりからコントロールが安定しています。球種の割合はご覧の通りです。打順は2番榎木田、前の打席はストレートを打たれたんでね、ここはどういうリードするかですよね。うん、そうですね、そういったポイントを。インサイド落ちました、ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー1塁です。ここは初球を狙われた形になりました。さあ追加点のランナーを1塁に背負います。バッターは山川、そして一塁ランナーは俊足の榎木田。まあ嫌なランナーが出てますから、バッテリーはちょっとプレッシャーがかかってきます。ダーッと当ててしまいました、デッドボール。うん、完全にすっぽ抜けです。バッターボックスには4番清原、ジャイアンツピンチを広げています。さあ追加点を許したくないこの場面です。真ん中打った、サード取った、そのまま三塁に入ってアウト、アウト、ゲッツーを取りました。ツーアウトランナー二塁となりました。さあそして打席には井口が入ります。さあツーアウトながらまだピンチは出していません。まあこのまま抑え切って攻撃陣の奮起につなげたいですね。なるほど、そうですね、左中間へ持っていった、打球を追っているがこれはヒットになりそうだ、真っ二つに破っていった、ボールは中継、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁到達、タイガース追加点、2対0になりました。警戒していた相手ですがタイムリーが出て追加点を奪われています。まあ注意すべき相手でしたよね。試合中盤徐々にリードを広げられています。バッターボックス金本、ジャイアンツこの回1点を失っています。さあ2点を離され、なおも得点圏にランナーを背負った場面、相手打線が勢いづいてきてるんで、これ以上ストレート打った、ショート正面掴んだ、一塁アウトで3アウト、しかしこの回タイガース1点を追加しています。2対0、配球表をご覧いただいています。今日はストレートの割合が多くなっています。6回の裏、追いかけるジャイアンツの攻撃、8番バッター住谷、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ジャイアンツビハインドで迎える、打ちました、打球は左中間へ、この打球はフライになっています。センター掴んでワンアウト。次はピッチャーの打順ですが、先発の山口がバッターボックスに入ります。まあ試合を作って好投してますから、やはり続投でしょうね。そうですね。変化球空振り、ツーアウトになりました。打順はトップに帰って亀井、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ツーアウトランナーありません。引っ張った、さあどうだ、ライン際を破りました。これで6試合連続安打、ツーアウトランナー1塁。さあツーアウトながらランナーを1塁に置いています。バッターボックスには坂本、そして1塁ランナーは亀井。ここは走らせてみてもいいかもしれませんね。さあここは3球目打ちました、この打球は落ちるか、どうだ、金本抑えて3アウトチェンジです。7回の表、
里崎さん、ここは7回も続投、我慢のピッチングが続いてますね。まあやっぱりベンチも期待してるということじゃないですかね。初球打ち、セカンドうまくさばいてアウト、ワンアウト。バッターボックスは8番、田中。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。山口、まずは先頭バッターを打ち取っています。ライン際フェア、フェアです。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。田中、これが自身本日の初ヒットになります。ワンアウトランナー二塁となりました。さあ打席には先発の桑田入っています。ここまでいいピッチングしてるんで、ベンチとしては引っ張りたいですよね。左中間へワンバウンド、ヒットになった。セカンドランナーサードキャンパスを蹴った。セカンドランナーホームイン。タイガース追加点を挙げました。ここでピッチャーにタイムリーを打たれてしまいました。点差が広がります。まあここは絶対に抑えておきたい場面だったんですけどね。終盤で大きな追加点を奪われました。打ちました。ファーストを取った。二塁へ。セカンドフォースアウト。さあこの終盤で追加点のランナーを一塁に背負います。バッターは榎木だ。そして塁上には俊足の浅野。まあこういうランナーバッテリーは嫌でしょうね。本当にそうですよね。セーフ、また牽制、一塁はセーフ。打ちました。一気にセンターへ。これで3安打猛打賞。ツーアウトランナー二塁一塁。さあそしてバッターボックスには山川が入っています。さあ得点圏にランナーを背負った場面です。これ以上点はやれませんから。真ん中のボール打った。上がりすぎたか。ここは打ち上げています。掴んでスリーアウト。この回の赤星さん、1点が遠い展開が続いていますが、この回バッターとしてはどんな対策が必要でしょうかね。そうですね、まずは狙い球を豪快なスイング打ちました。打球はセンターへ。4番バッター岡本、先ほどの打席はファールフライに倒れています。まずはワンアウトを取っています。ファウルになります。次が3球目。打ちました。ボテボテ。ショート前に来る、前に来る。ツーアウトになりました。バッターは5番ゲレーロ。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。引っ張った。田中、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。反撃したいジャイアンツでしたが、ここは三者凡退に終わっています。7回終わって3対0、タイガースがリードしています。8回の表タイガースの攻撃。バッターボックスは4番清原。先ほどの打席はサードゴロ、併殺。打ちました。取りました。一塁送球します。アウト、ワンアウトです。今画面に出ているのが先ほどの配球です。初球は何で来るか。打ちました。ヒットになった。これで2試合連続の猛打賞。ワンアウトランナー一塁です。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあ強打者のイメージがね強いんですけど、逃げずに強気のピッチングでいきたいですね。なるほど、バッテリーもそう。打ちました。これはどうか。センターへ抜ける。これで3試合連続安打。ワンアウトランナー二塁一塁。さあそして打席には里崎入ります。さあランナーを得点圏に背負っています。初球打っていった。掴んでツーアウト。ツーアウトランナー二塁一塁と変わっています。さあそしてバッターボックスには田中入っています。さあツーアウトにはなりましたが、ピンチは続きます。まあここをしのげればまだまだ分からないと思いますよね。なるほど、そうです。左中間へ、これは大きな打球。このフライはどうだ、落ちるか。ワンバウンド、ヒットになった。セカンドランナーホームイン。三塁へ送球。ファーストランナーもホームイン。タイガース追加点、5対0。ジャイアンツさらにピンチが続きます。警戒していた相手ですがタイムリーを打たれてしまいました。点差が広がります。そうですね。さあバッターボックスには先発の桑田入ります。
ここまでいいピッチングしてるんで、ベンチとしては引っ張りたいですよね。真ん中打ちました。これはどう？センターに抜ける。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。センター前へのタイムリーヒット、6対0になりました。ジャイアンツもうこれ以上点はやれません。まず何を投げてくるか、はい、すっぽ抜けましたが空振り、はい、ここも空振り。3球目は何で来るか、大きく外れました。真ん中打ちました。これはスタンドへ入りそうです。切れました。ファールボール。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。しかしこの回、8回の裏、追いかけるジャイアンツの攻撃。バッターは6番若林。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。引っ張った。打球はライトへ。ここは打ち上げています。ライトが取りました。ワンアウトです。バッターボックスには代打の楊大範。さあ赤星さん、ここで代打を起用してきました。そうですね、まあ1点でも多く返しておきたい場面ですから、しっかり得点につなげる仕事をしてほしいですよね。なるほど、そうですね。さあこの起用に、3球目打ちました。左中間に大きな打球、この当たりはどうか。真ん中、左中間破っていきました。バッターランナーは2塁到達。これで3試合連続。まずは簡単にストライクが来ました。これが3球目。ここはランナー返せません。返えなく。バッターボックスには代打の吉川。さあ赤星さん、ここで代打を起用してきました。そうですね、まあ1点でも多く返しておきたい場面ですから、しっかり得点につなげる仕事をしてほしいですよね。そうですね、この起用に応えたい。初球は何から入ってくるか。今度も真ん中に来ました。この球も見逃しました。真ん中打ちました。ショートの横抜けた。バックホームする。見事起用に応えました。ツーアウトランナー三塁一塁。打順は1番に帰ります。バッター亀井。先ほどのヒットはナイスバッティングでしたよね。バットが振れてますよね。いいスイングしてると思いますね。そうですね。打ちました。セカンド取った。一塁を送ります。一塁アウト、スリーアウトです。ランナー出ましたがジャイアンツ。これから9回タイガースの攻撃です。一方ジャイアンツはピッチャーが変わります。高木が3番手としてマウンドに上がります。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。初球ボール。まあ出塁させると厄介な足を持ってますから、ここは絶対抑えないといけませんよね。2球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。これで4打席連続のヒット。ノーアウトランナー1塁です。3番バッター山川。先ほどの打席はライトフライに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球打ち、打った瞬間確信したか。ぐんぐん打球は伸びて看板直撃、ツーランホームラン。ジャイアンツ痛い一発を浴びています。初球でした。ジャストミートされた打球はフェンスを悠々と越えていきました。ジャイアンツ追加点を許します。8対0。十分警戒はしていたはずですが、ここで一発を浴びてしまいました。ベンチではチームメートに祝福され、喜びを分かち合っています。バッターボックス清原。今日は先発全員にヒットが出ています。里崎さん、ちょっと打たれすぎですよね。そうですよね、まあ、相手打線の調子もいいと思いますけど、バッテリーは立て直しが必要です。引っ張った。レフトへ打球伸びる。ここはフライになっています。レフト掴んでワンアウト。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、一発があるバッターなんでね、やはり低め低めということになるでしょうね。なるほど、どういった攻めを見せてくるか。セカンド取る。アウト、ツーアウト。打席には6番バッター金本。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ツーアウトランナーありません。いいまっすぐですよね。はい、ストレートが決まっています。ノーボール、ツーストライク。変化球で空振りを取ります。スリーアウトチェンジ。赤星さん、
まあ当然意地の一発は狙ってるでしょうね。そうですね、ここまで来るとランナーを貯めようというよりもなんとか1点返そうという気持ち。2球目打ちました。この打球はフライになっています。田中抑えています。ワンアウト。バッターボックスは3番丸。今日はまだ当たりがありません。前の打席はいい当たりの外野フライでしたよね。タイミング合ってるんで今度はやってくれるんじゃないでしょうか。期待しましょう。桑田まずは先頭バッターを打ち取っています。痛烈、これはどうだ。破りました、センター前。これで4試合連続安打。ワンアウトランナー1塁となりました。この岡本、ここ5試合で打率は2割を切っていますが不調に陥ってる感じでしょうか。そうですよね、調子を落としてますよね。何かきっかけになるような会心の1本が出ればまた変わってくるんですけどね。なるほど、そうですか。さあここからファウルになります。打ちました。高い打球左中間へ。ここは打ち上げています。レフト掴んで2アウト。打席には5番バッターゲレーロ。今日はまだ当たりがありません。2アウトになっています。打ちました、切りました。ファールボールです。三振です。試合終了。相手ピッチャーの前に手も足も出ず完封負けを喫しました。ジャイアンツは屈辱の黒星となりました。赤星さん、今日は打線が完全に封じ込められてしまいましたね。振り返っていかがでしょう。まあでも正直ね、こういうやられ方だと気持ちは切り替えやすいと思いますね。そうなんですね。次のゲームにまずはフォーカスしてほしいと思います。勝ったタイガース、大量点を取って大勝ということになりました。一方のジャイアンツですが非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはジャイアンツ敗れてしまいました。今日の解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。